始めます。戦わなければ心のままに、はあ、やっ、うん、そこ、お宝よこせ。母なる大地よ、大地の怒りです。戦わなければ誰にも文句は言わせない。地の底に眠るものよ。とどめよ。余裕の勝利でしたか？笑ってくれとは言わないが、その固い顔は何なんだ？俺は一応希望なんだろ。自分の願いも見えない俺が希望だなんて笑えるけどな。なぜ王女が？ボイスにでも呼ばれたのか？俺が呼んだんだ。光の戦士とカオスの決戦を見届けてもらう。違います。見届けるのではありません。戦うために来たのです。戦うわけは？戦わなければならないと
心がそう命じたのです。それがあんたの希望なのか。私の希望は消えたのです。戦うあなたへの希望、あなたと出会い、あなたと歩いて、あなたを送り、そしてあなたを思うとき、確かに感じていた希望、消えてしまいました。俺のせいなのか。私の心は私のものです。だから心の命じた通りに戦うことに決めました。何をバカなことを。覚悟は分かった。戦おう。何？戦おうと言ったんだなあエコ。こんな出来事予言にあるか。ないない。パラミティア始まって以来の新展開。予言されてないどころか予言に背いちゃってる。まさか王女が異端者に。そんなことになればボイスはどう仕掛けてくるか想像もつかん。この先何がどうなるかボイスにもわからないはずよ。今頃頭抱えてるでしょ。あいつに頭はないけどさ。決まりきった物語とカビ臭い世界がぐらついてきたってわけだ。悪くない。世界は変わり始めている。最後の最後にやっと面白くなってきた。